はい、こんばんは。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂上五郎です。はい、カモンの日村です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、ちょっとね、最近ね、実は僕はある買い物をしに行ったんですよ。はい、どうしてもその次の日に必要なっていうことで買いに行ったんですけど、それ何かビデオキャプチャーって。わかります？ビデオキャプチャーって、いわゆるそのビデオカメラから HDMI でこう出るわけですよね、うん、でそれをあのモニターにつけ入れたらそれが画面に出るっていうやつなんですけど、はい、でも、パソコンにそれをつないでライブ配信とかをできるようにするわけですよ、はい、それがビデオキャプチャーっていうやつなんですよね、うん、変換してくれるやつなんですけど、はい、これがね今リモートワークで、うん、あのものすごいあの Zoom の会議やら Teams の会議やらいろいろ行われてて、カメラをパソコンにつないでそういう会議を見せたりとかそういうのがすごい行われてるがためにビデオキャプチャーがないんですよ。あ、売り切れてる、ね、もう売り切れ で、はい、でメーカーにも在庫ないって。ところが Amazon にはなぜか在庫あったりするんですよ。明日には届きますってなってんけど、はい、いやでも明日のイベントで使うから明日来られても困るみたいな感じで、うん、今欲しいっていうのでめっちゃ探して、うん、最初の1件目は在庫ない、うん、でメーカーに問い合わせがこっちも在庫ない、2件目もない、で3件目もなかった、うん、4件目もうね神様見捨ててないね、うん、もう見捨ててなかったですね。あの電話かけたら今日今入荷しました1個だけ、1個だけ、うん、マジっすか、置いといてください、今すぐ取りに行きますって走って取りに行ったら、買いましたね。あれはもうちょっと焦りましたけど、まああってよかったんですけどね、うん、うん、今とにかくのビデオキャプチャーってのはないんですよ。多分僕が買ったおかげでその後来た人がないっていう話になってて、はいはいはい、あの4件目でもなかった言うてる人が絶対おるんですよね。まあそんなことがちょっと最近あったって話なんですけど、はい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 、あれはない、良かったですね。いやほんまに良かったですよ。マジで、いやもう直前にこれないとあかんやんみたいな話になって、はいはい、え、ないのみたいな。うわ走れみたいな。なんかどうなんですかね、最近走ってて。まあ夜なんで、うん、なんかまだその涼しいですね、うん、でまあ大阪城の周りも言うと、うん、堀の横結構走ってる感じなんで、まあちょっと涼しい。そうですよね、あの水辺というかね、堀のところやったらね、うん、そうですね、まあ、走りやすいんですよ、あの段差もなくて、うん、結構フラットなところでボコボコした道もないんで、うん、結構走ってる人も多いですからね。多いですね、ほんまに多いですよ、うんうん、でも今はもう、まあ、言うと前から流行ってんのかもしれないですけど、うん、まあ、大阪城の周り走ったのは初めてっていうか、うんうんうん、今回初めてだったんで、まあ、どんなとこかなと思ったらちょうどいいんですよ、マテリアル出発して、はい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 、で大阪城回ってで NHK のとこまで帰ってきたぐらいで5キロなんですよ、はい、うん、ちょうど、おー、ほんまいい感じですよね、うん、まあ、5キロ走ろうと思ったん で、うん、でそこまで来てうん、クールダウンで歩いて帰ってきたら、うん、ちょうどいいのかなって、なるほどなるほど、まあ、ちょうどいい距離かな。なんかあの水分補給とかどうしてるんですか。なんか水分補給途中自動販売機があるんで、うん、そこでと思ったんですけど5キロやったらねいらないですもん。あーそっか、はい、全然そこまで乾かない、あーそっかそっか、一応トイレも2箇所あるんで、はいはい、でまあ1回一番最初に走った時は、まあ、1回トイレ行きましたけど、はいはい、まあ、全然大丈夫かな、うん、距離ですね。ドリンク自動販売機もところどころあるんで、うんうんうん、ありますね、確かにね、そうですね、だからまあ水分持って走るよりはもう150円ぐらい持って、はいはい、走ってその時買った方が冷たいの飲めるし、別にその競争してるわけじゃないんで、はいはいはい、別に止まってゆっくり飲めるんで、まあまあまあ、まあ確かにそうですね。だからまあその辺は、うん、全然大丈夫かな、そうなんや、ね、なんか、はい、まあ言うと、うん、1キロ8分から10分なので、はい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 、ものすごい5キロぐらいやったらね、大したことないですからね、ものすごいゆっくりしたペースです、うん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 、だいたい僕走ってる時はやっぱ5分から6分 5、6分台で走ってたんで、はいはいはい、まあ、6分で走れば5キロだったら30分で、そうですね、うん、30分でちょっと短いなってその時は思ったんですけど、はいはいはい、ゆっくり走るとまあ5キロぐらいで十分なのかなと思いますし、うん、またね、それ以上走るんやったらね、そのもうちょっと昔ね、中村雅俊さんが、はいはい、コマーシャルでね、はい、今日も CD1 枚分のランニングとかでなんか CM でやってたの知らん。あ、覚えてないですね、覚えてないですね。俺それ聞いてます。なるほど。いや、あのね、なんかね、生命保険かなんかのコマーシャルなんかで、ね、なんか CD ウォークマンかなんかで、
聴きながらでなんかランニングしてるみたいな、なんかそれが流れてこれめっちゃかっこいいなと思って、あ俺も CD1 枚分走ろうと思って、ところがね、あの CD ウォークマンつけてるでしょ、走ってるでしょ、 CD ウォークマン動いたら止まんねんいつになったらこれ CD1 枚分終わんねん止まりますね、止まる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 、まあこれ CD 今ね、うん、CD ウォークマンなんか持ってない人ほとんどやからないです、ね、多分この感覚わかんないと思うんですけどね、うん、もうあの時はね、飛びますね、あの中村雅俊の嘘つきって思いましたよねはい、まあ、あの振動ないように走ってたそんなんできる、まあ絵はもうこれこの間言ってたエコバッグ、おーおーおー、できたね、エコバッグの、これ大きい方なんですけど、はい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 、これぐらい、ほいほいほい、これマチがいっぱいついてるので結構な大きさなんですよ、へー、あ、かわいいよ、はい、うん、これはい、コンビニ弁当が縦に、ああなるほどなるほど、スポット入る、はいはいはい、で、あのなんかちょっと飲み物とかも入るしね、そうですね、いい感じですね、うん、これが一番大きいサイズに今してる、はい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 、じゃこれにちょっとロゴがついて、そうですね、今ちょっとまだタグつけてないんです、はい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 、これつけて、はい、皆さんこれが出てくるそうなので、はい、またあのこれがね、はい、販売になったら出てくると思いますんで、はい、皆さんどうぞ使ってください。はい。はい。またできたら、はい、プレゼントできたらいいな。あ、いいな、いいな、それいいな。はい、俺欲しいですね。はい。はい。1個買っていただければ2個。あ、1個プレゼント。そういうジャパネット商法かよ。了解。はい。じゃあ、ね、はい、じゃあメイン行きたいと思います。はい。はい、まあちょっとね、はい、またあのあれなんですよね。あのお題が出てきまして。ほうほう、はい、思い込み、思い込み、はい、うん、まあ、思い込みについてちょっと話してほしいっていうことなんですよね、はいはい、でまあ、思い込みっていろいろありますよね、うん、そうですね、確かに俺もよく思い込みで失敗します、うんうん、あ、そんな、え、そうじゃなかったのみたいな後で、うん、あ、まあそれありますよね、ありますあります、うん、ありますあります、まあ失敗の代名詞としても言われるんですけど、うん、でも逆に言うと成功の代名詞として語られることもいっぱいあるんですよね、うん、本当にこうだと思い込んでてやってみたらそうなったと、うん、でも後で聞いたら実は全然そうじゃなかったみたいな話ってあったりするんですよね、うんうん、成功談の中でね、はいはい、うん、周りの人間はそんなこと思ってなかったのにそいつだけがそう思ってて、うん、でも結果その思い込みのおかげで大成功したみたいな話とかって結構あったりとかするんですよね、うん、もう多分僕らの世代ぐらいしか分かれへんやつで言うと、うんうん、あの思い込んだあら試練の道をとかっていう、もう多分これ若い子分かんないですよね、この歌多分分からない人が多い、多いかもしれない、ね、20代絶対分かんないですよね、うん、あの巨人の星っていうね、はいはい、アニメーションの、うん、オープニングソングのドア玉、いきなりここから始まるんですけどね、うん、思い込むっていうことが、うん、まあ、マイナスの話としても言われるけど実はプラスの話でもあの同時に出てくるっていう、だからそんだけ強い思考のパワーなので、うん、プラスに思い込み方ですよね、あ、そう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 、だからその星ヒューマ系やったら、うん、まあ、目標達成するまでの期間があるじゃないですか、うん、そこを完全にもう、うん、そこの一瞬一瞬を、はい、もうむっちゃ真剣でやってるじゃないですか、うんうんうん、だからそこがもう言うとずーっと成功していってるわけじゃないですか、うん、もちろんそのくじける時もあろうがなんかいろいろありますけど、ありますあります、やっぱそこを一瞬一瞬を真剣にやってもうこなしていくというか、でももうおのずとそこに到達してしまうっていう、うんうん、そういう思い込みやったらいいんですけどね、ね、うんうん、絶対自分はできるっていう思い込みとか、そうですね、ね、はいはい、うん、そういうのをやるのはいいんだけど、まあ大体は失敗談として語られることが、うん、そうですね、多くてあれっていうやつですね、そう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 、あのあれこれ誰誰やってくれるんちゃうかったんで、え、私それやらなあかんかったんですかみたいな話っていっぱいあるじゃないですかいや、なんでやねんって昨日言うたやんとかっていうのってなんかどっかで見たことありますよね、いっぱい、はいはいはい、まあそれはでもそうなんですけど、うん、僕、まあ、あの最近ちょっとした失敗をしたんですけどね、はい、でもね、その時に一番大事なのは失敗したっていうことを一番最初に認めないとダメなんですよね、うん、だって、うん、そうですね、失敗したから次失敗せえへんようにできるわけで、うん、これ認めずに、誰々さんが何々言うてくれへんかったからやんとかって言うたらもう終わりなんですよね、あいつがどうやこうやって他人の話じゃなくて自分ができひんかったっていうところがあるから、何ができひんかったんやろう、じゃあ今度からこうしようねって話じゃないですか、
うん、だからまずは認めないといけないんですけど、うん、あのその認めないというか思い込みっていうのを理由にして認めないっていうのがあるっちゅう話なんでね、言い訳の材料にしてしまう、そうそうそう、私はそう思い込んでたから私の責任じゃないっていうね、はいはい、そういう話もある、はい、ありますよね、うん、決めやっぱりねその自分のその言うと自分が決めたことじゃないですか、うんうんうん、その思い込んだことですよね、はいはいはい、それが思い込みっていう言葉をうまく利用して責任転換を図ってるとい、はい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 、そう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 、まあそこまで深く考えてないと思いますけども、そう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 、絶対そっちに言い訳しちゃうっていうかね、そっちの方が楽なんですよ、うん、逃げ道ありますもんね、楽なんですよ、うん、でもそれに気づくことができたら、まああとはそのごめんなさいの勇気が出たら、うん、もうその後からはものすごく逆に言うと楽なんですよね、はいはいはい、あの変な話だけど失敗するっていうことは前へ進んでる証拠なんやと、うん、後ろへ行ってるやつが失敗することはないんですよ、うん、そうですね、前に進む人しか失敗しない、そう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 、で、うん、だから失敗をしてるということは前に進んでる証拠やから、はい、まずは失敗をしたことを認めると今度はそれを助けてくれる人が出てきたり、うん、あの自分がそこへ行くまでの間に足りないものを持ってる人が出てきてくれたりとかね、うん、いろんなことが起こってくるんですけど、でもここ認めへん限りは前へ進んでないのと一緒やから誰も助けてくれないんですよ、うん、まあ、そこが分かってくると、そうですね、全然話が違うというか、うん、まあ、そのまあ物にもよりますけど、うん、その物事にもねよりますけど、うんうんうん、結構そのまあそこまで失敗とかしないんで、はいはい、そういう時ってあった時って結構ショックですよね、うん、ああ自分的にはあれですか、めったに風邪ひけへんやつが風邪ひいたらめっちゃしんどいみたいな経験がないから失敗した時にだからもう次のリセットを考えるじゃないですか、うんうん、その瞬間に、はい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 、だからすごいショックなんですけど、はい、でもショック受けてる時間も無駄なんで、うん、そうですよね、うん、次にどうしていくかっていうことをまず考えながらやるんで、うん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 、そこでやっぱごまかしちゃうってことはしないし、はいはいはい、それで、ね、そういう意味で言うとね、うん、俺ね役者さんってすごいなと思うのがあるんですよね、うん、例えばそのセリフとちっちゃうとか、はいはいはい、セリフ飛んじゃうとか、それアジャストしに行くしかないじゃないですか、はいはい、話をつなげるためには、うん、そこでちゃんとアジャストするように、うん、もううまいことアドリブで流してしまうっていうのってあるじゃないですか、はいはいはい、でもこれは、はい、一面ですごい怖い話があって、要はアジャスト力強くなると、うん、ごまかし方だけうまくなっていく人っているんですよね、ああごまかすのはね、うんうん、ごまかすのだけうまくなる人っていうのがいて、うん、いや失敗したと思った瞬間に、うん、それってでもあれやろみたいな感じで、あなんか結果的にそういう人もいますね、ね、あれちゃかったん、うん、みたいな、まあ、それも思い込みなんですけど、はいはいはい、思い込みというか思い込んでたというプリテンドですよね、うん、でリセットする、リセット力が欲しいですよね、あそう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 、スパンとそれあっと思った時にスパンとやめてちゃんと違うものをポッと持ってこれるっていうね、そう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 、それが必要だと思いますね、そうそうそう、瞬時に、あ、うん、そっかごめんごめんごめん、つうことはこれがいるから、はい、ごめんなさいこれいいですかとか、誰かこれ持ってませんかみたいなね、すいませんちょっと私はこれ忘れてきたんですけど、うん、誰か持ってませんっていうふうにすれば、はいはい、ああいいよいいよこれ使いいいやっていう話でしょ、うん、もうでもこれがねごめんなさいって言ったらすごい責められると思ってる人とかは言えなかったりとかする、うん、そうですよね、案外でそういうのって昔の教育のされ方とか、うん、あるいはその場の中でも、まあ、僕も経験はあるんですけど、すっごいやっぱきつい会社におって、うん、もうちょっとでも失敗したらもうその失敗ネチネチ言われるみたいなところにいると、うん、その失敗をしたということを認めてしまうと責められるから、はいはいはい、怖くて言えないみたいなっていうのは若い時経験しましたけどね、うん、でもやっぱりそれを認めて、ごめんなさいこれ失敗しちゃったんでこうしたいんで誰かお願いできませんかって言えるようになったらものすごい楽やし、はい、すっごいなんやろ、いろんなことがで逆にまあ俺ができるんじゃなくてみんながやってくれるようになるんですけど、はい、結果が残せていくようになるっていうかね、うんうん、まあ、学校教育が、まあ、日本の学校教育がそういうふうになってるんで、まあ、ちょっと僕、はいはい、ちょっと前に、うん、ツイッターでつぶやいたやつがあるんですけど、うん、その KY って言葉流行ってたんですよ、あ、はいはいはい、で KY っていう言葉っていうのは空気読めないっていうので、うん、そう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 、過剰反応した人がやっぱりするじゃないですか、うん、空気読めなあかんみたいな、はいはいはい、でもそういうような、学校教育してきたんで、はいはいはい、日本人の人って気使うじゃないですかでそれの後に、うん、個性のある人が出ない、はい、出にくくなってきた、まあ、出る杭は打たれるというね、うん、はいはい、今までその結構個性的にやってた人がやっぱその KY とかってそういう空気読まなあかんねやっていうような、うん、一瞬時代になってたんです、はいはいはい、
そっから個性がなくなってしまったっていう、うん、日本の文化っていう、うん、恐ろしいところが国会とかでも言われてその忖度がどうのこうのとかね、うん、まさに空気読むってことでしょそれが、うん、そこが悪い方に行っちゃうんで、うん、だからそこがいいところもあるやん日本人もちろんもちろんもちろんおもてなしとかもそうじゃないですか言うとわびさびの世界もそうですし、うん、日本のいい文化があるのにそこをなんかそれが延長上で悪いところがねこう浮き彫りになってしまうっていうはいはいはい、はい、なんかすごいもったいないことをしてしまってるんじゃないかなっていうのはやっぱちょっと感じましたねそれは、まあ、あの同調圧力というかね、うん、あのこうでなきゃいけないみたいな、はい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 、なんかそういうのが常にあることによってでもねあの今ちょっとその僕が関わってるその和プロジェクト大使っていうところが言ってるのが、うん、まあ和の心和を持ってたっとしてます、うん、でこれって実は意味が深くて、うん、和を持っての和ってみんな和と思ってるあれ和らぎなんですよ、うん、和らぎを持ってたっとしとなし、うん、っていうのがから始まるんですで和らぎって何って言ったら 要は柔らかく包んでしまおうっていう話なんです、うん、だギスギスするんじゃなくてなんか間違ってもちょっとぐらいいいやんみたいな、はいはい、そういうなんかもうちょっと他者を許したりすることによって柔らぎっていうのを作って、うん、それをみんなで作っていこうよっていう一文だっていう解釈の仕方をしたはるんですよね、うん、そこの団体は、はいうん、俺すごく今の世の中にすごく大事なキーワードやなと思うんですよね、うん、だってあのコロナでいや実は俺ねあのお盆の時期にあのほらあのたけし俺の友達のたけし、はいはいはい、あの今あの村にいるんですけど、はい、あいつに会いに行く計画立てたんですよ、はい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 、ところがあのたけしに電話してみたらどうするみたいな話なんですよねで、お俺行かん方がええやろそうやねみたいなあのあもうね隣村でコロナが出たらしいんですよ、あ、はいはい、出たらもうその一家丸ごと引っ越しちゃった、うん、引っ越した引っ越したもうだからそれぐらいもうコロナが誰が一番になるかみたいな、うん、もうなったらもうその場におられへんぐらい勢いらしいのねだそういう同調圧力みたいなのがすごくあって、うん、あのまああいつは自分の口から言わへんかったけど来てほしくないねんなと思って、うん、分かったまたコロナ収まったら行くわっていう話にはなったんですけど、うん、まあそれも言うたら空気読む読まへんみたいな話でしょ、はい、そういうそのコロナっていうものが作った分断みたいな、うん、なんか人を差別しちゃう、うん、だってコロナかかってる人って被害者じゃないですか、うん、であの別に遊びほうけて自分からかかりに行ったんじゃなくて、うん、あの気はつけてたけどかかっちゃったっていう人が大半なわけで、うん、つけようがないですね、そうでしょ気つけようがないんですよ、うん、なのにそれをあのすごい悪いことっていうふうにして、うん、そこにいられなくしちゃうっていうのは、うん、もうとんでもない話じゃないですか、そうですね、僕それは絶対あかんと思うんですよね、うんうん、でそういう中で考えたらその和らぎを持ってたっとしとなしっていうのはすごいいい言葉やなと思うんですよ、うん、今の世の中にすごく大事なメッセージちゃうかなってすごく思っていて、はいはい、まあ、あのそれでイベントとかお手伝いはさせてもらってるんですけど、うん、うちのカムイチャンネルとかでもあの同じチャンネルの中にワープロジェクト大使 の動画を、はいはい、載せさせてもらったりとかもしてるんですけど、はい、またよかったら見ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、 あのそういうことですよね、そうですね、うんうん、まあまあそういう思考の話とかもねまたいろいろ、まあ、今 2連チャンでいきましたけど、そうですね、そうですね、はい、問題が起きるのって対人関係の問題しかないんでね、はいはい、うんうん、基本そうですね、一、うん、人の場合絶対問題なんか起きるわけじゃないんで、うん、そこはやっぱ思考のチェンジというか、はい、思考力やと思うんでその辺のなんかね、うん、あそうよかったって思える方が見てる方に、ね、うん、何人かいらっしゃったらこっちはありがたいです、そうですね、まあ、ちょっとでもなんかお役に立てれば、そうです ね、そういう話ができてたら、はい、僕らの話でそういう話になればいいのかなと思うので、はい、またちょろちょろ話したいです、ね、そうですね、うん、はい、ということで、では、はい、そろそろうずうずしたはる人を呼んでみたいと思います、はい、あゆさん、はーい、あ、今日完璧ですね、今日は、はい、はい、あゆさんです、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、店舗からですね、こちら YouTube 配信を店舗でライブ配信をしております、はい、チャンネルがたくさんありまして、はい、マテリアル通信、はい、ね、マテリアルチャンネルの方で毎日、はい、10時頃から、はいはい、配信しておりますので、これが10時頃ですよ、10時頃です、はいはい、朝の10時頃です、はい、朝です、はい、
はい、ぜひ、毎日配信してますのでご覧ください、はい、チャンネル登録もお願いします、はい、いつか見た映画の会チャンネルっていうのがありまして、はいはい、8月24日、はいが次の配信となります。24日、はい、はい。で、こちら各週で配信しておりますので、ぜひぜひご覧ください。はい。はい、映画について話してます。うん、映画についてなんか映画館で見るのとなんかドラマでとかテレビで見るのと違いはどうやとか、うん、映画の楽しみ方っていうのを、うんうん、西園さんがリーダー西園さんが、はい、西園さんを。はい、先輩頑張ってますか、はい、はい、はい、が話してくれてます、はい、特集でやってますので、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、お見よう。はい、で次の劇のチャンネルなので、はい、こちら演劇派カラーズの、はい、チャンネルとなっておりまして、はい、9月からは毎週配信したいと思っておりますので、はい、ぜひぜひこちらの3つのチャンネルですね、はい、はい、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。すごいですね。メディアの山口青井。そうですね。山口青井が。が、うん、リーダーですか。はい。はい、青井さんがどんなこと言うのかあいつ。結構楽しそうに喋ってますよ。なんかあれちゃうの、どうせあいつのことやから、なんかシュークリームとかなんか。あ、でも食べ物の話はしてます、ね。あ、やっぱりそうや、はい、スイーツの話やもん。はい、してます、ね。毎日ちゃんと食ってるやつ。はい。はい。お願いいたします、はいはい、でイベントの方ですね、はい、8月28日にいつか見た映画の会を行います。い、はい、テーマはダニーザドッグでをテーマに、おおおおすごいと思ったの、はい、アクションですね、はいはい、で参加料が1000円プラスオーダー制となっておりますので、こちらで飲んで語って楽しみたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。で次が8月31日がまたチームラッシュ、はい、走ります。はい、走ります。8月31日に、はい、こちら参加費無料となっておりますので皆さんぜひぜひご参加ください。別にあれなんですよね、自分のペースで走るだけなんですよね。そうです、そうです、ね、はい、で競争したりとかじゃないです。競争ないです、ね、はい、みんな楽しんで走ってください、はい、はい、お願いいたします。はい、はい、では私はこの辺で、はい、失礼いたします、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、走ります。はい、じゃあ次のコーナー行きたいと思います。高橋さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、シネマ 2U のコーナーでございます。はい、はい、今日は夏のイベントね、キルツメだったんです。リンゴの人でございます。あ、そうですか、はい、ミスリンゴイベントが中止になりましたんで、はい、そうですね、はい、なんですが、はい、今日は、いつか見た映画をご紹介します。出た出た、はい、今日はパクってる。キーワードはアバクです。お、アバクですよ、怖いですよ、今日はね、1977年制作で1978のアメリカ映画なんですけど、はい、実はこれカプリコン1っていう作品でございました、はい、これはね、アメリカよりも日本の方が先に公開したんですよ。はい、1977年12月10日、うん、日本先行公開、お正月映画でございます、はい、これね、ちょっと脱線するんですけど、この年の正月映画っていうと007私は愛したスパイ10作目、霧の旗、桃井智和の7作目で、クリント・イーストのガントレット、ドラッグ・ヤルノーの6作目、夏目漱石がマドンナの分、そして男初代王、虎次郎、頑張れ、20作目が公開された年です。はい、虎次郎に関しては先ほど言ってました中村雅俊さんも出てます。ロケ地はなんと長崎県平戸です。おー、はい、なるほど、なんでこんだけ繋がるのかっていう話でございますが、こちら監督はですね、ピーター・ハイムズと言いますね、はいはいはい、いろんな作品2010年とか撮ってますけどね、はい、後半戦はちょっと残念な失敗作でございますけど私は好きな映画なのでまたご紹介しようと思いますけども、はいはいはい、音楽はジェリー・ゴールド・スミスですね。おこの時にカプリコ1、カサンドラ・クロス、オーメンと私にとっては3部作でございます。はい、これはまあ、結局、アバクンのはですね、まあ、火星探検の、宇宙船が飛ぶんですけども、はい、実は、発射寸前にですね、乗組員3人が違うところへ連れて帰る、うん、そして火星を作ったスタジオで、あ、結局、遠慮するわけですね。なるほど、なるほど、世界の人は今火星に行ってるね、なるほど、ことでやるんですけども、結局最終的にね、墜落するというか、はい、飛行船が消滅することになってしまう。あ、じゃあその3人は一体どんなのかっていうところで、はい、政府の陰謀を暴いていくと、ね、なるほど、はい、結局生きてるのに殺されてしまう、はいはい、そういう
作品でございます、はい、非常に面白い、だからタイミング的にはすごいあれですよね、だから、あのアポロの話があって、はい、あのアポロは実はスタジオで撮ったんちゃうかっていうところから来てるやつですよ、はい、そうですね、そうですね、ネタ的には、はい、すごいな、でだからちょっとあの日本が先に当たったね、はい、そうそう、アメリカですぐにできるかと、ね、はい、作品でございます、なかなか、これはまあ DVD とか出てますので、DVD で見てみたいと思います、はい、もう一本は暴く、はい、ドキュメンタリー映画です、はい、新作です、はい、ハリボテ、はい、2020年日本の作品でございますけど、こちら、今週末ですね、8月16日から東京ユーロスペース、はい、そして関西を8月22日土曜日から10日の第7芸術基地で公開しますけども、はい、これまああの富山県ですか、富山市かな、そこ の、 まあ、市会議員が不正をしてたことをですね、テレビ局が暴いていって、はいはい、ドミノ形式にみんながやめていくっていう、ありました、はい、作品です、はいはい、でこれ現在も続いてる話し出すんですけども、ね、はいはい、その部分のドキュメンタリー、すげー、はい、これはあの伊予木部さん、大阪部さんちゃいますかね、伊予木部さん監督とかしたんですけどね、はいはい、あの笑えるコメディ、コメディドキュメンタリーっていうのを、あー、なるほどね、確かにね、あの現実はドラマよりも面白いっていうかですか、もうその通りですね、はい、見てて何箇所も笑って、なぜこの政治家は不正を隠したりするのかなっていうそれもあの分かりやすいやり方でね、そうです、そうです、そうなんです、そうなんです、はい、でこれね、あの伊予木部監督は、ね、あの神戸市生まれ、あー、そうですね、やっぱりあのね、突っ込まれてもいいようなドキュメンタリーの作り方をしてて、その話は合わなったんですけど、なるほど、はい、あの非常にそういうところで面白いし、あの面白そう、面白そう、やっぱりそういう、こう政治を変えるのは、はい、あの政治家ではなくて、やはり選挙権の我々やということをちょっと考えてほしいなという作品でございますけども、これ非常にノリのいいドキュメンタリーでございます、見ていただきたいと思います、はい、これも暴くということでございます、あ、なるほど、今日はてんてんてんちゃいますよ、暴くということで、はい、はい、ね、はい、はい、はい、ありがとうございました、はい、はいはい、ということでエンディングなんですが、いいですね、暴くですね、暴かれないようにしてくださいうん、そうですね、暴かれ癖があったらやばいですよ、やばいやばいやばい、ハリポテ、ハリポテ、ハリポテ、はい、はい、そうですね、はい、まあそうですね、もう、8月も終わりに近づいて、そうですね、まあ、あと1週間でも9月になっちゃう感じなんですけど、早いっすね、なんかね、早いっすね、今年だってコロナのせいでめっちゃなんか時間がおかしいよね、うん、え、もうそんな時期みたいな、うん、早い、まあ、今、まあ、8月終わりじゃないですか、うんうん、まあ、8ヶ月終わりで、あと9、10、11に、そうですね、そう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 、で早い、そう考えたら早いんですけど、でも1日1日結構充実してるんで、1日が過ぎるのが結構遅いんですよ、おー、なるほどなるほどなるほど、時間的に、はいはい、いつもはなんかあの舞台ばっかりやってる時とか、はい、すっげー早いんですけど、うんうん、なんか今年に限ってすごいいろんな、いやいや、だって今年公演全然なかったもん、なかったし、で新しいことしてるじゃないですか、はいはい、なんかそこにもやってるし、なので、あ、まだ金土日でやると、あ、まだ金曜日、まだ土曜日かみたいな、なるほどなるほどなるほど、そういう時は結構、あ、だから配信を毎日やってるからね、それもあります、それ大きいと思うよな、うん、これなんかやったら、まあまあ週一応、基本は週一の配信なんで、はい、もう言うと結構毎日カメラ前で喋ってますよね。そうよね、そうやね、うん、しかもあのかなり気にせずに普通に喋ってるもんね、普通に喋ってますね、え、マジでみたいな感じでいやいやいや、でもそれぐらいでないとできへんやったけど、そうですね、あのかしこまってなんか言語読んでるみたいな毎日はようやらんよね、僕らはね、やっぱ自分の思いをやっぱり出したいですね、そのままで、それをなんかこう伝えたい、あ、でもそれはね、いいことですよね、それを見てもらった人が、うん、もうほんま一人でも、うん、あーってなんか共感してくれたら、うん、その人の人生が変わったりとか、うん、なんか、なれば嬉しいですね、わかんないですけど、わかんないですけど、そこに貢献できることが発信できる、うん、まあでもなんかそういう人が言ったらそのマテリアルに来てほしいですよね、そうですね、うん、そういう人に来てもらって、どんどんこうなんか自己実現してもらうというか、はいはい、そういう場所にそのここを使ってもらうみたいなのができたら一番いいかなと思うんですけど、はい、もうまさにカモンマテリアルですから、そうですよ、はい、
はい、ということで、はい、うまいことまとまったということで、そろそろ、終わりたいと思うんですけども、はよ入れっちゅうの。なぜ待つ俺が待っとんねん、入ってくんの。はい、ということで、今日もありがとうございました。